ハウライトとは、水酸化方形酸カルシウムでできた、計算塩鉱物の一種、蒸発岩の交渉から取れる。ハウライトは、カナダの科学者、地質学者、鉱物学者のヘンリー・ハウが1868年に、カリフォルニアのティックキャニオンで発見した。基本の色は白色であり、不規則あるいは雲の素状で黒または灰色の縞目を持つ。 未処理のものは無光沢だが、磨くとガラス質の光沢が出る。表面はビタ光質なので、宝石のような輝きはない。結晶構造は単写小系であり、それぞれの軸方向の屈折率は、Nα イコール1.583から1.586、Nβ イコール1.596から1.598、Nγ イコール1.600である。光学軸は2軸であり。 二 v イコール七十三度である。明らセは面に平行な平板プリズム状であり、球状結晶になりやすい。モースコードは3.5である。壁機械回生はないので割れ目はザラザラになる。ハウライトは彫刻や宝飾品に使われることが多い。表面がビタ硬質なので染色もしやすく、青く染めると同じく島目を持つトルコ石のような外観に仕上げることもできる。そのため、 マグネサイトなどとともにトルケナイトとして売られることがある。また、そのままの形で天然石として売られることもある。トルコ石と誤認しやすい白トルコ石、白水牛トルコ石の名で売られていることもある。白水牛石として売られることもある。近年ではマグネサイトと混同されて売られていることがある。ありがとうございます。